大木トールは日本のブルースシンガー、動物愛護家、東京都日本橋人形町生まれ、米国で東洋人初のブルースシンガーとして成功を収め、ミスターイエローブルースと称賛される。また、ライフワークとして国際セラピードッグ協会を設立し、殺処分寸前の捨て犬たちの救助とセラピードッグの育成に取り組んでいる。1976年に渡米し、 自らのトール大きキブルースバンドを率い東洋人として初の全米ツアーを成功させた。その後3度、ミシシッピデルタブルースフェスティバルに参加し、日米の架け橋としての功績が認められ、ミュージシャンとして永住権を取得。これらはいずれも東洋人として初である。マディ・ウォーターズを筆頭に、ジョンリー・フッカー、アルバート・キング、BB ・キング、ベンイー・キング、 マイク・ブルームフィールドなどと共演し、特に、スタンド・バイ・ミーのヒットで知られるベン・イー・キングとは、マンハッタン・ブラザースというデュオを組み、国際的に活動。無二の親友である天才ブルースマン、マイク・ブルームフィールドとは、曲作り、ライブ、レコーディングでのコラボを予定しながら、マイクの突然の死によって、直前で頓挫してしまった。これらの数々のドラマは、大木トールの著書、 伝説のイエローブルースで小説。大木徹は、ブルースマンとして53年にわたり、活動と共に、現在、43年にわたり、国際セラピードッグ協会の代表として、殺処分直前のステイヌと被災犬の救出と、セラピードッグ育成を行い、広く社会福祉活動を続けている。幼少時に愛犬と別れざるを得なくなった、苦い経験と、米国での音楽活動中に目覚めた。 動物愛護の精神、そして動物愛護センターで殺処分の直前に救出した名犬チロリとの運命的な出会い。これらの経験によって、大木トールは全身全霊をかけてステイヌステ猫の殺処分ゼロを目指す活動に取り組んでいる。その活動は日本国内にとどまらずアジアから世界へと広がっている。これらの活動は彼の著書、 名ンチロリに詳しく述べられている。虐げられた黒人たちの魂の叫びである、ブルースによる傷ついた精神の回復と殺される直前に救出されたステイヌたちによって行われるセーラピー。オーキトールは、ブルースとステイヌによって魂の救済に取り組むことをライフワークとしている。オーキトールの音楽 CD、出版物、ありがとうございます。